今回初めてを見せてくれるのは福岡県宮若市の柏原颯太くん1歳。柏原家の長男として生まれ、歌とダンスが大好きな元気いっぱいの男の子です。そんな颯太くんが今回初めて体験したのは初めての寝落ち。お昼寝から起きたばかりなのにまだ眠い颯太くん。自分では起きているつもりな颯太くんでした。これからもたくさんの体験が始まるね。初めてを体験するお子様を紹介しませんか？詳しくは桃地浜ストアで検索してください。